エキスパートコースから望む西山ゲレンで2019から2020シーズン限りで廃止となる。第一ロマンスリフトとチャレンジ AB コース2020年2月、四季の森ホワイトワールドオゼガガンは、群馬県利根郡片品村にあるスキー場である。沼田、水上エリアのスキー場の中でも奥まった地域に位置する。ホタ山の北側の尾根にある西山の東南斜面に開けているスキー場は、 このエリアの中でも標高差、コース面積とも最大で、それゆえに人気も高い、過去3度の群馬国体の会場となっている。標高の高さから、行き質は良く、エキスパートコースを筆頭に、上級者をもうならせる特色あるゲレンデが広がる。ベース付近は、岩ンリゾートホテルを筆頭に、いくつかの宿泊施設が立ち並び、昔ながらのスキーリゾートの雰囲気を残している。 高原スキー場が本スキー場に隣接しているが、コース間の滑り込みはできず、共通リフト圏などもない。またスノーパーク、オゼトクラは本スキー場の北側にあり、ミルキーウェイコースから見下ろせる。スノーボードは全面滑走可能。コース数は18、リフトは11機。上級者向けのエキスパートコースから、国体の会場となった中級コース2.9。 キロメートルのロングクルーズを楽しめるミルキーウェイまでコースバリエーションは多彩で初級者から上級者まで誰もが1日楽しめるゲレンデ構成である全長1900メートルの岩ンゴンドラが中心となっておりこのゴンドラを使うことで697メートルの標高差を滑り降りることができる上部は急斜面下部が傾斜面となっているが初級者でもミルキーウェイを使うことで 山頂から滑ることが可能となる。ゲレンデからは正面に日光白根山、赤木山を見渡すことができる。またメインゲレンデの裏側にも西山ゲレンデと言われるコースがあり、こちらは北斜面に当たるため4月以降も春スキーを楽しむことが可能であった。また西山ゲレンデからは雄大な穂高山を正面に見ながらの滑走が楽しめる。 西山ゲレンでは携帯電話の電波が入りづらいので、待ち合わせ等は注意が必要。スノーボード解禁後、パークを設置していた時期もあったが、2018年、現在はなく、積雪状況により、ミルキーウェイにウェーブが設けられる程度である。ありがとうございます。